何のやる気も起きない。何のやる気も起きないです。いや、全然寝不足じゃないと思うけどな。何時に寝たっけ昨日。いや、寝すぎなぐらいなんですけど。寝すぎなくらいなんですけど、なんか悪くない？多分寝すぎたくるから眠いのかな。でも今日さ、めっちゃ最低なことしてしまって、荷物が多分5時ぐらいに届いたのよ。荷物が5時くらいに届いて、やばい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 、今日取りたかった荷物だったから、やばいやばいやばいって言ってやってて、配達員の人に、もうなんか眠すぎて、寝ぼけてあんま覚えてないんだけど、開けた瞬間、そこに、外ね、外の、そこに置いといてくださいって言って、ガチャって閉めて、また寝ちゃったの。めっちゃ最低じゃない？ 自分めっちゃ最低と思って、めっちゃ申し訳ない。今。今考えると。っていうのがありました。超塩対応なんやこいつって思っただろうね、きっと。31だったらもう圧倒的にポッピングシャワーかな。不動の1位よ。寝違えたわから体も重い。と寝違えた可能性がお高いですね。
背中が痛い。こんばんは。こんばんは。ふにもこんばんは。みんなこんばんは。あ、リランチが19人になったよ。よいしょー。あー、にゅんにさん、なあにゅうにさん、今日は22時半まで仕事です。今休憩時間。22時半まで仕事なの？結構長いね。頑張れ。やばい、今日何もかものやる気が出ないから。っていうか寝違えたのかな。体がめっちゃ痛い。やばい。きっとこれは寝違えたのかもしれない。
かさ、今日さ、すっごい意味のわからない夢を見たんですけど、ベッド寝た。最近もうソファーで寝落ちすることないかも。ちゃんとお風呂入って寝てるかも。え、すごくない？リラがちゃんとさ、お風呂に入って寝てるの。1ヶ月前ぐらいソファーで寝落ちしたことあるけど、でもそれ以外はちゃんとベッドで寝てる。え、めっちゃ体重いんだけど、やばいな。絶対に寝違えてるわ。これは寝違えたに違いない。あ、そうでさ、今日もいろんな意味のわからない夢を見すぎて、多分寝たんだろうけど、その熟睡ができてなくて、こうなってると思うんですけど。なんか今日見た変な夢は、なんか無免で運転して、大変なことになる夢をまず見ましたね。もうその夢が大半だったかも。あとなんか変な夢見たけど、何だったっけな、忘れちゃった。なんか予知夢なのかなと思った。無免で事故る夢だったから、ワンちゃん予知夢じゃんって思って、ちょっとゾッとしました。予知夢現実にならないように、まあ無免は絶対しないけど、なんか無免で事故ってたので、事故ったりしたらね、怖いじゃないですか。だから気をつけないとなって思いました。
こんばんは。明日はマック行ってハワイ気分にしたろうかと思ってる。いいじゃん。マックのあれ食べたい。ラマのチョコフラッペみたいな、あの木村拓哉さんが CM してるやつあるじゃないですか。あれ食べたい。マックいいよね。今マックって何が出てるっけ。マックカフェの商品、普通のマックでも売るようになったからマカロンとかも買える。あ、そうなんだ。マックカフェは行ったことないかも、今まで一回も。だからでも、普通のマックでも買えるようになるんだもんね。マックカフェってあんまなくない？ディラが見てないだけかな。少なめだよね。そんなイメージないかも。マックカフェ、マックのマカロン食べてみたい。家の近所に最近できたマクドにマックカフェあった。へえ、そうなんだ。マックカフェって何があるんだろう。普通にカフェみたいな感じ。食べたくなってくるね。でも今地味にリラさんダイエット中なんで、やめとこう。フラッペとかあるの？いいね。あ、ケーキもあるんだ。ケーキあるのはいいね、なんか。
マックカフェ行きたくなるな。今日は何食べようかな。みんなは今日の夜ご飯は何食べるの？何食べる予定？何食べる予定ですか？ゴーゴーカレー食べたことない。あんまなんかインドカレーとかだったら行くけど、なんか日本のカレー店、カレーチェーン店屋さんとかはあんま行かないかも。ゴーゴーカレーも行ったことない。ガストでゴーゴーカレーやってんの？お昼過ぎに、お昼に食べた海鮮丼がでかすぎてまだお腹があんまり空いてない。いいね、海鮮丼最高じゃん。ゴーゴーカレーのチーズインハンバーグが美味しそうなの。チーズインハンバーグ食べたい。ガストじゃなくてゴーゴーカレーなの？ランリーが好きなのオーベルジーヌよね。あ、オーベルジーヌのカレーめっちゃ好き。全然食べてないけど、もう2年ぐらい食べてないんじゃない？オーベルジーヌはもうほんと大好き。嫌いな人いない、あれは。きっとブルーシールあるの？大宮に。大宮？大宮あんま行ったことないな。マジで背中痛いんだけど。
タイマン。よいしょ。なんかね、ナンは絶対普通のナンじゃなくてチーズナンで食べてるかも。いつもチーズナンです。っていうかマッサージガンはあるよ。ね、でもなんかナンは数は食べないかも。いつももうチーズナン1個で終わりかな、リラは。もう一時期めちゃくちゃ食べてた時もあったね、チーズナンとカレーを。夏に食べる層って美味しいよね。わかる。2色のラムネ味美味しそう。今日沖縄物産って言ってたらチンスコーと紅芋と塩かったけど荒かきがなかった。いや私はね、一番荒かきチンスコーっていうねチンスコーが好きだからね。荒かきないのはねちょっとあれだね。ビンゴ抽選なる。そう、ウニさんビンゴ抽選なるですよ。
史を、歴史をって、歴史を、何のチーズクを買ったの逆に。ねえ、みさ、チンスコアイス食べたい。てか結構今リラさんお腹空いてて、なんか何でも食べたい。うわ、チンスコアイスが食べたいね。やばい、今日家に出るまでのミッションがウニの餌とウンチズナを変えるミッションが私にはあります。ジューシーと食べたい。ね、わかる。ジューシーいいよね。え、めっちゃお腹すいた。あ、やばい。やらかしたわ。てかさ、日曜日最近かき氷食べたばっかりなのに、もうかき氷が食べたくなってしまっている自分がいる。でもタコライスはさ、お家でも作れるよ。でもすき家に今タコライス売ってるらしいよ。タコライスセットみたいな。かき氷のソフトクリームトッピングがいい。ソフトクリームトッピング、そんなのあるの？かき氷プラスアイスってこと？今そういうのあるんだ。あれ、うなぎ毎回やってない？
パチキャンディーって何、何、え、アイス？この写真の方、夢グループって誰？演歌歌手の事務所？こんばんは。いらんちょ。左のドレス見たよ、ピンク。意外だった。めちゃくちゃ綺麗だった。意外とピンクで来るんだと思って。やっぱね、失業者が多いから失業ドレスとかがね、すごいどうなのだろうって楽しみになるシーズンでもありますね。なぎちゃんどんなの着るんだろう、楽しみだな。次群馬さん、でもね、推しの卒業ドレスが見たくないって言ってもね、その日はね、いつか来ちゃうからね、残念なことに。じゃあ何色着るんだろうね。でもなんかドレスってよりかは意外とアイドルっぽい感じのさ、卒業ドレスなんじゃないかなって思ってるの私は。予想ね。そう、なんか、まあ、ハッツ、最近で言うとハッツみたいな感じっぽそうじゃない。なぎちゃんのドレス、ちょっとミニ丈の。バイトは休み取ったんだけど、普通に行けるか分かんない。仕事があって、普通に行けるか分かんない。なぎちゃんの晴れ舞台を。なぎには来てねって言われたんですけど、マジ行けるか分かんない、シンプルに。
もう時間帯によりますけど、けれども、でもさすがに行きたいよね。マギちゃんの卒業公演は準備完了丸。あとはウニさんのウニさんのところ、ウニさん周りを兄さんのうんち綱がやっと届いたので、晩ご飯、晩ご飯っていうかご飯は今から補充します。どうしようかな、どうしようかな、あんた、あんたこっち、ダメ。
サクサ、クサクサ感。ウニさん、ウニさん興奮したな。やばい、もうこれだけで汗かく。ウニさん、暴れん坊症候群がいます。今おきれいにおきれいにしてます。あとは餌を入れ替えればこういうことになる。ウニさん、ウニさんいたずらはダメだよ。ダメ。おいおいおい、もう本当に。完了です。ふう、一仕事を終えた。一仕事を終えたらもうやばい時間ですね。ってことで終わりますかね。
ではランキングを読みたいと思います。13位、宮ヶ崎在住のニャンサイジンさん、ありがとうございます。で12位はカネッチさん、アットマークリアンチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして、11位がヨルシュウリュウさん、ありがとうございます。そして10位がルリルリさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして9位が鈴木一郎さん、ありがとうございます。そして8位が MML レースさん、ありがとうございます。そして7位がトリアージさん、ありがとうございます。そして6位がオグリン、ありがとうございます。そして5位がオロロさん、ありがとうございます。そして4位が YK さん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして1位が食べ過ぎ飲み過ぎさんです。ありがとうございます。パチパチパチ、シュッシュした、よいしょ。ということで今日もね、聞いてくれた皆さんありがとうございました。今から頑張ってきます。ということで本日はこの辺で、フィルムランディー、バイバーイ。